先週土曜日、マンハッタンで行われたのは餃子の早食いコンテスト。それもギネス世界記録を目指したコンテストです。2分間でどれだけ多くの餃子を食べられるかを競ったこの挑戦、以前から餃子の早食いコンテストを開催していた主催者が、今年これまで餃子の早食い記録がなかったギネスに新たに申請したんです。合計11社が集まったこの日、おなじみの焼き餃子からひき肉やチーズが入ったポーランドのピエロギなどが振る舞われ、およそ3000人の来場者が世界のダンプリングを堪能しました。さて、世界初の餃子早食いギネス記録となったのは、離れていても君